はいどうも、いつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それで今日はね、オープニングでも見ていただいたように、86です。私のトヨタ E86 レヴィ、こちらのね、2022年今年1年間でね、楽しんだこと、また直したこととかね、動画をまとめてみました。それでやっぱりね、1年の締めくくりはやっぱり総集編ということでね、最近ちょっと総集編が増えていってるかなとは思うんですけど、やっぱり、バイクエープだったらエープ、またあの CB400 フォアとか、また NSX とか、それぞれね、今年も思い出の1ページができましたので、今日はね、86ちゃんの思い出の1ページ、どうぞご覧ください。では最後にお会いしましょう。おーす。
はいどうも、最後までねご視聴いただきお付き合いいただき本当にありがとうございます。今日はね、86ちゃんと私のね思い出の1ページ2022年をね見ていただきました。今年はね86ちゃんこの直す大きなことはね全部車屋さんにお願いしました。あのパワーステポンプのね、リビルド品に特化へとか、あと何をやったかな、パワーステの U 字ボルトの交換とか、まあそのあたりやってもらったんですけどね、それは全部車屋さんにお任せしました。というわけでね、今日の動画もしよかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで今日は86でした。おーす。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おーす。